8月も終わっちゃいますね。それにしても8月に入って猛暑酷暑でしたしね、各地で大雨が本当に多かったりもしましたけども、自然の猛威、恐ろしさも感じますね。同時に8月の電気代も恐ろしいですけれどもね、ただエアコンに頼らないとやっていけないここ最近の夏、皆さんどんな工夫をして暑さ対策していましたでしょうか。暑さ対策ですね、僕はそこまで今年は特にっていう感じではやってないですけど、やっぱ人によってはね、保冷剤を使ったりとかで、いろんな対策をね、小型扇風機持ったりとかしてるんだと思うんですけど、僕の場合特別何かしたことといえば、半袖短パンになる機会が結構多かったですね。なんか僕、人に会う時って短パン履かないんですよね。長いやつも履くようにしてて、なんか足出してすいませんっていう気持ちになるんですよね。全然自由なんですよ、いいんですけども、でそれでも一人で誰にも会わないっていう時は半袖短パンになることが多かったですね。なんか本当に虫捕り少年みたいな格好になってしまうような気がして、結構いい年になってきたけれども、虫捕り少年感ってこうずっと出るんですよね、男の人ってね、なぜかね。そしてミヤディメモ、歌手の方はエアコンはなるべく、ミヤディはシャワーを水にしてせめてガス代を節約しようとしましたが、結構冷たいんですよねということですが、まあ、当たり前な話をありがとうございます。結構ね、水も冷たいし、その風呂場がね、割とそこまで温まらないお風呂も多いと思うので、僕は今お風呂場に窓があるっていうことを前言ったんですけども、そのせいで夏だいぶ暑くてですね、結構シャワーの温度は低めで今年は入れてたかななんて思うんですけども、まあ、夏でもシャワーは冷たいですよね。で、歌手の方はエアコンなるべく控えるっていう話は、まあ、僕もねよく聞くんですけども、で僕は控えられなくてですね、というのは、まあ、猫ちゃんがいるので、もちろん節電はねいろんなところでしながらなんですけども、一日やっぱり暑さに弱いから、ある程度クーラーつけておかないといけないんですよね。もう設定温度は28とかなんですけど、その喉のためっていうところで僕一回ちゃんと調べたことがあって、クーラー、エアコンは喉に本当に悪いのかっていうところで調べたら、実際に風が当たるとやっぱり乾燥、皮膚が乾燥して喉も乾燥して、一番良くないのが乾燥ですからね。風がまず当たらないようにするってことでしょ。あとはドライの方が涼しくなるんじゃないか、電気代も浮くんじゃないだろうかと思ってやってる方もいらっしゃると思うんですけど、喉を考えればドライよりもクーラーの方がいいですね。乾燥を促すのでね、ドライっていうのは。だからもし本当に喉を気にするんだったら、加湿器をしてクーラーをつけたり、あとは、まあ、夏なのに加湿器どうなのって思う方は加湿マスクっていうのも今売ってるので、僕は結構本番前とかはね、加湿マスクをしながら、まあ、クーラーをつけてないといけないのでやってることは多いですかね。もう参考にならないぐらいの月になってまいりましたけれども、来年からでもねお試しください。さあ、それでは林部聡です。